先竹形連棒式の登り窯の断面図。16世紀終末から17世紀初頭のみに作られた窯で、唐津焼の初期のものや、織部焼を焼成した元屋敷用の構造を成した窯として知られる。通り炎口は横様構造である。雄段斜め様の連棒式登り窯の断面図。大川東3号窯など17世紀代に瀬戸、美濃地方に散見される窯である。横様の連棒式登り窯の模式的な断面図と平面図。肥前では一般的な窯である。連棒式登り窯とは、焼成室を斜面に複数連ねた窯の総称で、一般的に競技の登り窯と呼ばれている窯のことを指す。日本では16世紀末に朝鮮半島の刀工が北九州佐賀県北部畑村義志学地区の松浦島、畑市によって階段状先竹式登り窯が作られ、最古級の唐津焼が焼かれたのが始まりである。先竹形連棒式登り窯とは、側壁が直線的で一基の窯の内部が複数の焼成室に分割されているものである。焼成室間の段差が少なく、通り炎口は粘土を巻いたり、石を四角柱状に加工したものを柱にしていた。先竹形連棒式登り窯は、義志学地区が中心であったが、現在の伊万里市周辺にも散在的に作られた。全長10から20メートル前後で焼成室は10室程度と小規模であった。一方、美濃の元屋敷窯は発掘調査時に残存部分のみでも 24.7 メートル、少なくとも焼成室を14室持っていたことがわかっている。先竹形連棒式登り窯の通り炎口は、横様とか斜め様と呼ばれる真横や斜めに、焼成のために用いられる。高温のガスを通す仕組みになっていて、様の後ろに浅いが明確な掘り込みがあるのが特徴で、焼成室同士の段差は少ない。17世紀初頭に、美濃の加藤四郎右衛門系延がこの先竹形連棒式登り窯による陶器の製法を学んで、美濃へ持ち込んだのが、織部窯として知られる元屋敷窯である。これが、美濃での連棒式登り窯による陶磁器生産の始まりである。16世紀末の文禄、慶長の役の際、鍋島氏によって、朝鮮半島から日本へ連行された、刀工たちによって、朝鮮王朝時代の磁器の技術と、畜養技術が持ち込まれた。文禄3年に、畑市が改易された際、義志学地区の窯は廃用されるようになった。日本で最初に、磁器の製造を行ったのは、肥前有田の伊万里焼で、1610年代と、考えられる。神奈川三兵衛文書に、平成の年より有田皿山に移ったという記述があることから、元和2年1616年から磁器焼成が開始されたとするのが従来の通説であった。金が、高家の先祖は鍋島氏によって連行された朝鮮人刀工の李三平であり、李三平が有田の泉山島石場を発見し、有田東部の白川天狗国に窯を築き国内初の磁器焼成に成功したとする。もう一つの説は家長壱岐守が神奈川三兵衛よりも早く有田に入って天狗国に窯を築いて慶長年間に磁器焼成を始めたという説である。なお、九州陶磁文化館の大橋幸次らの調査により、有田の最古の磁器窯は有田西部の天神森窯、小工窯などであり、磁器肖像開始年代は1610年代とされている。鍋島忠茂が、寛永3年に、政治の今焼茶碗を注文しているという記述が古文書にあることから、それよりも以前に磁器生産が始まっていたことは確実であり、窯跡と人年代がわかる消費地の資料を付き合わせると、およそ1610年代に磁器生産が始まったことが、確実視されている。磁器は、先竹形と通常の階段状連棒式登り窯の双方で生産された。江戸時代末に、瀬戸の陶器焼成を行った典型的な縦様の連棒式登り窯である本窯用の断面図。磁器の小型品を焼成した小窯も、同じ構造であったと伝えられる。側面下方から見た連棒式登り窯。斜面に土で築かれた登り窯の例。各小性質が連なっている様子がよくわかる。咲竹形は、肥前でも瀬戸、美濃でも1630年代から廃れ、かまぼこ状ないし楕円形の小性質を連ねる、階段状連棒式のぼり釜にとって変わられるようになる。肥前では、通り炎構は一貫して、横様構造であった。階段状連棒式のぼり釜の長さは、全長30メートル前後で、小性質は十数質であったが、18世紀に、ハサミで出現した釜では、全長100メートルを超え、小性質は30質以上、全長160メートルを超えるものも見られた。瀬戸、美濃では、17世紀後半になると、久保金1号用のように16世紀の大釜の盾に、勢いよく、小性ガスを通す投円式と呼ばれる長所を意識して、縦様の釜が作られるようになる。それ以降、瀬戸では19世紀に作られた丸様を除いて、縦様であり、丸様も横様の通り炎構の後ろに、縦という構造を用いて、縦様と同じ効果になるよう工夫されている。瀬戸の19世紀の釜は、他に、本行用と古用があり、本行用は陶器を焼く釜で、古用は磁器を焼く釜であった。両方とも鞘積みと棚組にて製品を焼成した。古用は2から4室の釜で、丸用は4から11室の焼成室を持っていた。連棒式のぼり釜は、瀬戸、美濃において、上段の焼成室の横幅が時期が降るにつれて、拡張する傾向があり、17世紀中葉では、第2室と第10室の横幅の差は71センチメートルで、あったが、18世紀中葉になると200センチメートル、20世紀前半になると469センチメートルの差が見られる。瀬戸、美濃では18世紀後葉まで、釜の長さは平均13から15間で小性質の数も真数と同じくらいであったが、美濃では19世紀になると30房になるものも見られる。また、瀬戸の小性質は横幅は拡張するが、奥行きについては17世紀の元屋敷用において 1.36 メートル、18世紀前半から中葉の応領1号用では 0.98 メートルとやや縮小した。18世紀後葉の上田1号用で 1.17 メートル、19世紀前葉の右衛門用で 1.76 メートル、20世紀の釜である湯の根東用でようやく 2.18 メートルに達した。このように、瀬戸では、肥前が17世紀末に奥行き4メートルに達したのに対し、奥行きが拡張しなかったのが大きな特徴である。釜詰め、焼成に、体土目積みが使われたのが特徴で、物原湿土の異物に目積みに用いた粘土の団子が付着していることがある。このことの経緯は、瀬戸大王焼き物並び唐津用取り立て由来書に記されているという。小伊万里磁器のパラダイス、新潮社、2009、ピアニッシモ、27から29、17世紀、後半の標識用である。ありがとうございます。